皆様、こんにちは。今日はですね、J グラブモール越境 EC の委託販売サービスの概要説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、当社の簡単な概要の説明です。 J グラブ株式会社と申します。東京都の渋谷区に、オフィスがございます。2010年の2月創業しております。業務内容は越境 EC のこの委託販売サービスですね。今回ご紹介する J グラブモールの運用、それから越境 EC サイト、Shopify、マジェント等での構築、そして運用、伴走支援。それから eBay、Amazon、Shopee、T モールグローバルなどの海外主要の EC モールへの開店と運用支援。また集客、プロモーション支援。それからコンサルティング、セミナー、ワークショップですね。翻訳。また、EC のですね、業務を簡素化する、自動化する RPA の、販売サポートなんかも行っております。委任業務ですけども、国からの結構仕事が多くてですね、ジェトロであるとか、中小企業庁、また経済産業省、中小機構、このようなところでの専門家のお仕事も非常に多くやらせていただいております。現在ですね、我々のこの越境 EC の支援事業ですけども、大手企業から中小企業事業者、また自治体、観光庁までですね、幅広く支援をさせていただいております。現在 J グラブモールに導入企業、そして支援機関、金融機関としてこのような事業者が参画をしていただいております。それから越境 EC サイトの構築ですね、それぞれの皆様のドメインで販売していくような EC サイト、また EC モールの出店というのを個別に行っておりまして、300店舗近いお店さんをサポートさせていただいているというような状況でございます。早速ですけど、J グラブモールですね、世界で売れる委託販売型の越境 EC プラットフォームでございます。これまでにない手軽さですね、類を見ない多チャンネルの連携、そしてショールームスターを含めたこのリアル販売連携で、この日本ブランド商品を世界中に販売できる。そしてこれ B2C だけじゃなくてですね、B2B にも対応していく、この新しい越境 EC プラットフォームでございます。また東京海上日動の海外 PL 保険もついていますので、何かですね、訴訟とかになった時に安心してこれが対応できるといったところがポイントになっております。まずですね、世界190カ国50億人にリーチができるということで、約15を超えるですね、海外の主要 EC モールに接続をする、連携することで、この大きさが確保できているということになります。また EC モールだけではなくてですね、世界各国の主要な SNS、 ここにストアを持ったり、またリアルのショールームストアでこの越境 EC 販売、皆様の委託販売を行っていくというふうなサービスになっております。これはですね、皆様がもう海外販売 EC サイトを作ったり EC モールに出店することなくてですね、もう委託販売型で手軽にですね、この海外向けの販売、越境 EC 販売を始められるという越境 EC モールです。これオンラインとオフラインですね、これ併用した体験型の EC を海外の販売購入者にですね、提供していくというようなものでございます。また配送もですね、皆様が海外に直接配送することはなくてですね、私どもの国内の指定倉庫に商品をお預かりしまして、円建てで決済をいたします。また煩雑な輸出入手続きも一切不要です。それから商品のプロモーションですね、これは連携先の EC モールの中での広告を使ったり、それから SNS ですね、Instagram、Facebook、WeChat、Red、こういうところで実施することですね、多くのアクティブユーザー、海外消費者に需要を喚起していくといった流れです。またリアルの方ですけども、世界36カ国たくさんのですね、 JTB の海外店舗を活用した JTB のショールームストア、また2022年の12月15日からイオンモールですね、カンボジアでの常設のショールームストアも開始しております。ここに皆様のオンラインで販売されているサンプル品を展示して、そこに QR コードを設置して即売会を実施します。また販売だけでなく、この関心が寄せられた商品に対してですね、アンケート調査も行って、そのような結果をですね、皆様にフィードバックをするという、このテストマーケティングとしての事業もですね、できるようになっております。このような形で、日本経済新聞、読売新聞、ヤフーニュースなどにですね、結構掲載されておるといったところでございます。今なぜこの越境 EC プラットフォームかということなんですけども、やはりですね、今この円安ということもあったり、またですね、日本は人口減、それから少子高齢化ということで、やはり海外にですね、どんどんと販売を拡大していきたいという中小企業の方が非常に多いということで、ジェトロの調査でもですね、約 30% ですね、越境 EC 利用企業というのが、これコロナ禍の前ですね、これ 13% からもう参入企業が倍増ということ、
それから海外出張がですね、今難しくて、なかなか皆さん現地の展示会とか販売が中止、または延期ですね。こんなような状況の中でですね、なかなか海外に出ていくことも難しいということです。そして、まあそういうところで委託で、代行販売していただけないかという声が出てきたということが、まあ一つ、ポイントになっております。また、越境 EC 参入へのハードルの高さということで、やはり皆様自身がですね、この越境 EC サイトを構築したり、EC モールに開店運用すると。そうなりますと、やはり IT の知識や EC の知識、それから外国人との対応ですよね。国際物流、国際決済、それからプロモーション、事業ノウハウ。まあ、このようなスクリーをですね、経験を備えた人材確保というのが必要になるが、なかなかここは難しいと思います。そして当然費用も莫大なところがかかってきますので、越境 EC サイト構築でもですね、まあ数百万から数千万と。またランニングコストも結構な費用がかかってくるということで、そこに広告宣伝費ですので、やはり多額の投資コストも必要になってくるかと思います。また3つ目ですけど、リアル店舗での体感価値に対するニーズということで、やはり EC の販売っていうのはですね、弱点です。これはやっぱり消費者が商品を手に取っていただけるというタイミングがないわけですよね。やはり触ったり、これ試食したりですね、肌につけたり、匂いを嗅いだりとかですね。やはり商品写真と説明文、価格だけでは購入判断しなければならないというのが非常に難しくてですね。やはりネットだけの訴求というのは限界がありますと。やはり商品を展示させてほしい。ね、実際に確かめていただきたいという声が非常にまあ増えてきたというところです。また四つ目ですね。冷蔵冷凍品。やはり食品の需要拡大ということで、日本の本当に食品は今もう海外で大人気ですけども、特にその中でも生鮮食品、冷凍食品というのは人気がありますが、やはり輸出ですね、品質以上のための輸送ノウハウ、それから検疫、通関、輸入規制ですね、非常に煩雑で手間がかかります。ですので、小規模なやはりビジネス形態の場合には、非常にこの食品類の越境輸出に踏み切れないという事業者が多いのではないかと思います。で、この越境 EC ですね。まあ、成功というか事業を、まあ、進めていくために必要な、まあ、すべてを、できるだけ我々の方でワンストップでサポートしていこうというのが、この J グラムモールの、まあ、価値、バリューになっていくかと思います。海外 EC モールの連携、海外ショールームストアでの展示販売、そして、皆様に代わりましての集客、販促を行うこと、そして、販売もですね、皆様の商品登録とか、受注業務とか、翻訳というのはあると思いますけれども、このあたりも私どもが全部行います。そして物流もですね、国内のフルフィルメントサービスがありますので、皆様は国内に配送するだけというところ。そしてコミュニケーションですね、お客様とのコミュニケーション。これは買う前と、それから買った後ですよね。トラブルがあったり、また返品交換の依頼があったり、質問相談、値引き交渉。まあ、英語、中国語などで入ってきますので、このあたりも我々の方で全て対応いたします。これはですね、我々だけではなくて GTB 様との協力、またイオン様にも協力いただきますが、共同でこの J グラブモールを運営しております。これまでも J グラブと JTB は越境 EC 事業に関する業務をですね、連携して、東京都とか福岡をはじめ、地方自治体、それから中小企業ですね、こういう支援機関などを対象に、越境 EC の支援サービスを幅広く提供しております。そして今回ですね、この J グラブモールを運営するにあたりまして、JTB 様の在外支店ですね、ここでのショールームスタンドの運営、そして J グラブの運営事務局として、事業者様との出店契約から出品情報のやり取り、それから売上の決済のところを対応いただけます。で、私ども J グラブはですね、この J グラブの全般的な運営、商品カタログを作ったり、インフルエンサーを活用した SNS 集客、そして JTB 様と共同でこの海外のショールームスタート運営も行っていくといった流れになっております。簡単に申しますとですね、まずオンラインのところですけど、この複数の海外の EC マーケットプレイスと連携しているというところは非常に強いかと思います。大手海外 B2C の EC マーケットプレイスとしては eBay、Amazon、Walmart、Shopee、C ディスカウント、ルーテン、それからイオンモールですね。そして B2B 型は、これから始まりますが、アリババ .com を始めまして、さらに SNS のショップですね。Facebook ショップ、インスタショップ、Google ショッピング。まあ、こういうものありますが、こういうところと連携をしております。また、J グラボールに出店するだけでですね、この世界中のプラットフォームで販売できるということで、皆様方が個別にこの EC モールとの手続きとかですね、出店対応というのを行うのはもう全くありません。一切不要となります。またこの他チャンネルの連携によりですね、集客及び販促、プロモーションの最大化と早期の信用信頼の獲得ができるということになっております。
それから海外の現地ショールームストアと連携したリアル即売会というところですけども、もう日本初の試みとしてですね、この JTB の海外ショップ、並びに海外のイオンモール様と連携しまして、このショールームストアの事業をスタートしております。シンガポール、台湾、カンボジア、北米などにてですね、この J グラブモールで販売する商品というのを、ポップアップ、ないしは常設で展示をさせていただき、この QR コードによる即売会を実施しています。また、新規顧客や取引先の発掘、それから既存顧客のフォローアップですね、市場調査、購入者や購入希望者らのアンケートを実施します。で、自社の商品に関するですね、現地の生の声を聞くとかできますので、皆様のローカライズ、それから自社でのね、越境 EC、それから海外出店、まあ、こういうところの参考にしていただく、また手応えを感じていただけるのではないかと思っております。反則のところですけども、当社のまあマーケティングチーム、そしてインフルエンサー役のスタッフがですね、このソーシャルメディアを使って反則をしていくということで、J グラブが運営している各種ソーシャルメディアと連携をして投稿と宣伝をしていきます。で、私ども170万人のこの口コミファンですね、を抱えております。この Facebook の公式ページをはじめ、Instagram、WeChat、Red、まあ、こういうところでお客様の商品、ショップに最適な組み合わせで運用をしてまいります。それから、お客様の商品やショップを紹介すると同時にですね、これ広告を打ち込んでいきますので、さらなる宣伝 PR 反則というところも推進していくのかというふうに思っております。また、商品登録、受注、発送まで煩雑ですけども、この業務もすべて代行いたします。お客様はショップの構築はもちろん面倒な商品登録や翻訳、受注、決済、それから梱包ですね。配送、サポート、対応を行う必要はありません。それから販売する商品の価格、個数ですね。商品情報と商品、写真ですね。商品写真を、専用のフォームで送信いただくだけで、我々の方が商品をですね、カタログを作って、翻訳をして代行登録をしていくというようなことを行います。商品が登録されてですね、あとは指定の国内倉庫に商品をお送りいただければ、もう作業は終了です。また在庫の少ない方はですね、別に倉庫に商品を置く必要もないので、受注発注型ということも行っておりますのでご安心ください。それから商品が購入されますとですね、この受注業務、国際決済代行業務、それから販売事業者への連絡なども、私どもがワンストップで代行しております。商品はですね、国内倉庫に預けてお任せということで、フリフリメントサービスも行っております。お客様は面倒なインボイスの発行とかですね、国際配送伝票、まあ、こんなようなことを行う必要もありません。販売する商品は J グラブの日本国内指定倉庫でお預かりして在庫管理をいたします。もちろん先ほどの繰り返しになりますが、在庫のない方は受注発注型でも問題ございません。販売後はですね、商品梱包から国際発送までワンストップで対応する GSP、グローバルシッピングサービスを標準企業として提供しています。またですね、大量な商品在庫が必要な場合にはご相談をいただきたいと思っております。それから海外ユーザーですね、購入者との英語、まあ他のちょっと言語もあるときもございますが、やり取りはすべて私たちの方で行います。海外のお客様から届くですね、まあ交渉、質問、相談、そういうものは越境 EC コンサルタントとですね、サポートチームが連携して、一時対応を行いします。で、私どもで答えられないことはですね、皆様事業者にエスカレーションしてお答えを聞いて、そして、また我々の方で返答していくということをやっております。また、販売連携している海外 EC モールへの問い合わせも英語、中国語必要なケースがほとんどですが、スタッフが対応しますので安心してください。また、意味が正しく伝わらないとですね、問題が悪化しがちな返品対応、それからトラブル、クレーム対応ですね。ここら辺も過去の経験とかノウハウを活用してですね、適切に対処をしていきます。そして皆様の商品がですね、ちゃんと確実にお客様届くように行っていきます。ということです。もう委託販売の流れですけども、ここに4つのステップがございます。非常にシンプルであります。お客様の作業は商品情報の作成と国内倉庫への商品配送だけということで、これは JTB の J グラブ運営事務局にまずお申し込みをいただきます。そして簡易的な審査はございますけども、終わりましたら事務局からご連絡をします。その後、商品情報ですね、エントリーシートというのがございまして、これをウェブ上で、作っていただくんですけども、例えば商品のタイトルとか、それから商品の情報ですね、そういうものを入れていただくだけですね。あとは商品の写真をいただく。このあたりを事務局と対応させていただくような流れになります。これをいただけますと、私どもで、各ですね、EC モール、J グラムモールを含めて、SNS も含めてですね、
どんどんとこれ商品登録を行います。ただ、すぐに出るというわけではありません。まず J グラブモールに商品を登録して、それから eBay とか Amazon とかウォルマートとかですね、出せるところに出していきます。モールによっては、皆様の商品がダメだよと、販売禁止商品になってるよとかですね、難しいというふうに言われた場合には、すべてのモールに出ることができませんが、できるだけ最大の数ですね、最大の EC モールに出るように、交渉、それから出品代行を行っていくという流れになります。そして商品が受注、まあ売れますですね。倉庫に納入してある商品は我々の方でピックアップしますし、在庫がない方は我々の方で午前中に締めてですね、午前に皆様に売れましたよというご連絡をいたします。しましたらですね、商品を我々の指定倉庫にお送りいただくというようなことになっております。海外 PL 保険ですね、東京海上日動様の PL 保険が全商品に適用させていただいております。非保険者に代わってですね、もし何かあれば時短交渉したりですね、それから生産物の回収費用なんかも保証しているということであります。で、基本的には日本を除く全世界が対象になっておりまして、これは J グラブと東京海上日動でこの J グラブの運用に関しての海外 PL 保険の包括契約を行っているということで、非常に安価に皆様が加入をできているといった流れでございます。で、保証期間はサービス利用開始につきからですね、1年間の自動更新ということで、中途脱退した場合でもですね、1年間の保証が継続しているというような状況です。支払い限度額1次項、まあ 0.5 ミリオンということで、まあ6000万円ないし7000万円弱ぐらいのところが保証されます。で、免責金額はありません。また継続保険ですけども、これ売上に応じてということで変動がある可能性がありますので、もしですね、ちょっと売上が上がっていったりすると少し保険料が上がる可能性がありますので、事前にですね、こちらはお知らせをいたします。また、料金プランですけども、2022年3月31日までにですね、お申し込みの事業者は、この米1とピンク色のところになりますが、期間の限定特別料金ということで、大変お安い価格で、これを今お申し込みを受け付けております。で、また、販売手数料ですが、これ 0% というふうになっておりますが、基本的に卸価格でですね、ご提供いただく場合には、今は 0% で、やらせていただいております。ただ、販売価格をですね、お客様の方で100ドルにしてほしいとか、300ドルにしてほしいといった場合には、これ利益がなくなってしまいますので、40% の販売手数料が、その場合には指定をさせていただくということになります。また、2023年4月1日より、この特別料金、このブルーのところに値上げしてしまいますので、早めにお申し込みをいただけたらと思っております。でですね、ちょっと注意事項に書いてありますが、ありがたいことにして、ちょっとお申し込みがちょっと殺到しておりまして、順次今ご案内を事務局からしているような状況でございます。で、またですね、ちょっと情報をいただいてからも、出店が完了するまで少し時間かかっているということで、約、まあ3週間ないし4週間程度、今お時間をいただいているような状況です。また、出店に際しては所定の条件審査がございます。また、商品によっては販売できない、日本から輸出できない、また特定の国に輸入ができないという商品がありますので、その場合には、まあ、お断りということになってしまうかもしれません。それはまた、追ってご連絡をさせていただきます。また、経済産業省とかですね、この越境医師に関する補助金が、今年もたくさん出てまいりますので、そういうものも利用できることが結構ございます。もし補助金を使ってやりたいという方がいらっしゃいましたら、個別にご連絡をいただけますよう、よろしくお願いいたします。それから、ショールームですね。現在これ30万円ということになっておりますが、現在常設では、イオンのカンボジア、それから、2023年度にですね、JTB のシンガポール店が常設になる予定でございますが、その他に、今年はアメリカ、もう一つの国をやるということで、約4カ所ですね、やることになっております。で、常設が2カ所、ポップアップが2カ所という予定になっております。それから、海外 PL 保険はこのサービス開始前にですね、ご加入をいただく、こう自動付帯となりますので、よろしくお願いいたします。まあ、募集要項としてはこのように書いておりますが、まあ、日本製品であればいいということでですね、決してメイドインジャパンでなければいけないかということはありません。日本の企業様が作ってですね、例えば中国で製造した商品、全然それでも全く問題ございません。で、対象企業ですけども、まあ日本企業並びに海外進出の日系企業ということにさせていただいております。で、対象製品ですけども、まあインテリア雑貨とか日用品、食品、化粧品、まあ
かなり多くの商品が一挙一時で販売することができますので、こればかりではないんですが、もし、ご不安な点がありましたら、ご質問、ご相談いただけたらと思います。で、申し込み条件ですけども、輸出先に輸入販売が可能な商品であること。それから、知財ですね。知的財産を、侵害していない商品であることということです。それから、商品の全体像がわかる、写真をいただくんですけども、なるべく背景の白ですかね、もしくは無地、このような写真をいただくと。で、これ複数枚提供いただくんですけども、できるだけ写真の枚数は多いがいいと思いますので、10枚程度いただけるとありがたいです。また、Gグラムモール、海外 EC モールのルール、ポリシーにご了承いただく必要がございます。それから出品予定日までに必要数ですね。これ J グラブ国内指定倉庫に納品をすること。これはね、在庫される方というのが対象になりますのでお願いいたします。6番目、輸出入ですね。販売時に必要な情報書類をご提出をいただくと。これ成分表が必要な時に、皆様にご協力いただくことがございます。それから、ショールームスターを実施するときにですね、こう展示品としてサンプル品を頂戴するんですが、ここ無償提供というふうになっております。また、国内の指定場所、現在では J グラブのオフィスというふうになっておりますが、渋谷までの送料ですね、皆様にご負担をいただいて、発送をいただくということになっております。また商品ですけども、ジャンコードが入っている商品が望ましいというふうに書いてあるんですけども、ジャンコードがなければダメだということではないんですね。その場合にもしない場合には、事務局の方にご相談いただきまして、13桁のコードを我々の方から振らせていただきますので、それで商品の管理をさせていただきます。それから、プロモーションに必要な情報等を提供することということで、SNS でですね、これ商品を、大きく世界にですね、発信していくわけですけども、それについて必要な情報ですね、事務局からちょっといただくようなこと、また確認するようなことがありますので、ご協力をいただきます。それから、売り行きに応じて小売価格の変更、それから割引を行うことがあります。ですので、価格は比較的というか、我々の方で調整をさせていただきますので、これにご同意いただけることが必要になってきます。それから商品の価格ですけども、皆様にエントリーシートで書いていただくときに、基本的には卸値を書いていただくというふうにしております。それに基づきまして、我々の方で JTB とですね、協議をして、海外の販売価格というのを設定いたします。で、また、返品とか返金ですね。このような処理があった場合、90日間程度執行、猶予をですね、いただくというような形になります。で、小売価格に関する何か条件がある場合もありますと、あるかと思います。その場合には個別にまたご相談をいただければというふうに思います。販売して、価格ですね、指定をしたいという方もいらっしゃると思いますので、ご相談をお願いします。それから在庫数、それから購入可能数ですね。これ J グラブ、JTB、参加企業の間で調整をさせていただきます。それから国際送料ですね、発送、それから関税、諸税、それから EC モールの販売手数料というのは、購入者負担にはなっております。そのため、商品価格に含めて販売価格を現在は決定をしているということになります。納品サンプル品ですね、先ほどちょっとお伝えしております。納品在庫、J グラブが指定する国内倉庫で行います。宣伝及び販売プロモーションを行うにあたり、サンプル提供をご相談することがありますので、ご協力をお願いします。それから、ショールームストア、J グラブモールでの一定期間のデータ、なるべくですね、提供していきたいと思っております。これ、今後レポートをですね、皆さんに提供していく予定です。それから、提供できるデータがですね、この連携している EC モールで特に出てこないという、モールもありますので、その場合にはデータがありませんので、それ以外のデータをご提供するということになりますので、よろしくお願いします。で、申し込みの、品目数ということなんですが、現在この金額で、今10万円でやらせていただきましたけども、この3商品 10SKU としています。で、ここはですね、増減は基本的には可能になっておりますが、追加で商品が増えていく場合には、このカタログをちょっと作成するということが、我々結構大変な業務になってきますので、追加費、料金をですね、いただいて増やしていくようなことになっていきます。で、また大量にですね、何百品もあるよということは、また別途ご相談をいただければというふうに思っております。それから、販売できない国ですね、地域がある場合、商品の例えばですね、お客様の事業者の、例えば販売代理店が海外にある場合とかですね、あると思います。その時には、このお申し込みの時にですね、販売できない国とか地域名というのをエントリーシートにご記入をお願いしております。で、これ、配送できない国、エリアからの注文というのが、稀に出てきますので、その場合には、私どもの方で自動的にキャンセル処理することがありますので、ご了承いただきたいと思っております。
以上で、ご説明終わりますが、この J クラブウォールに関することですね、お気軽にご相談、ご質問いただければと思います。左が JTB ビジネスソリューション事業本部、第2事業部ですね。メールアドレスはこのようになっております。電話もございます。また QR コードからも情報を取れますので、お問い合わせをいただきたいと思います。でまた、J クラブに関するですね、詳細な情報とか何か知りたいことがありましたら、私ども J クラブの方にも受付窓口がありますので、E メール、電話ですね。また、フォームからもお問い合わせができますので、ご利用いただければと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。